キャッチャー小林に代わっています。ジャイアンツ ここでストライクを取ってきました。154キロ空振りの三振、ワンアウト。あ、強いですねボールがね。強い、はい。空振り157キロが出ました。変化球2者連続の三振。ジャイアンツが誇るクローザー大勢が投じて空振りの三振、ゲームセット、8対7、ジャイアンツ大逆転勝利です。3回も2アウト、ランナーなしで2番の秋広を迎えます。合わせるように打ちました。おっとセカンド竹岡弾きました。負傷した中田に代わって今ファーストを守っている秋広、今日もヒットを放ちました。記録はヒット。小原さん、この合わせるようによくついていきましたね、はい、でもまあ一度こう取られたかなというような当たりでも竹岡選手の、ね、グローブに当たりましたから、こうでもこういうねラッキーもないと、いいですいいです、これでスタメンした9試合すべてでヒットを放っています秋広。普通にいい当たりするとファールでカウントを稼がれるというようなね球ですからね、スワローズの外野陣はもう1点もやれないという前進守備。インコースに構える、引っ張った、1・2塁間破りました。ライト掴んでますが3塁ランナーはストップ。絶好調です。どうだ、高く上がった、追撃の一発、1点差。打球角度24度、打球速度165キロ、距離116メートル、もう突き刺さるようにスタンドに吸い込まれていきました。1点差になりました。今シーズンの第7号ホームラン。強烈ですね。強烈ですね。